レガリアにはまだまだ世にもわからぬ機能が備わっているのかもしれぬな。とはいえだ、あまり無理をするではないぞ。奏者よ、そなたの顔色は未だ健やかではない。先ほどよりはいくらかマシだが、まだ安心はできん。今はおとなしく休むがよい。うむ、砂糖をまぶしたレモンなど持ってくるか。あれは良い、実に良い。刺激的でありながら甘いからな。消えた？全てではないのだな。万全でないのは気にかかるが、そなたがそう言うのならあえて苦言は漏らさぬ。そなたが嘘を言わずに正直に言ってくれたことは嬉しく思う。今はそれだけでよい。いつもより2倍増しの行動力、情熱的に過ぎるが、その目をされては止めようがない。こうなったそなたはてこでも動かぬからな。では玉座にてムーンセル中枢に遠隔アクセスとやらを行うとしよう。見ているがよい。こうして玉座に世があることで、レガリアは広くセラフの隅々にまで目を向けることができる。やはりキャスターの言葉は真実か。セラフの基地領域、新規領域を合わせての 50%、 確かに奪われている。ともあれだ、ムーンセル中枢にもアクセスしてみよう。二つ目のレガリアのこと、もう一人の奏者のこと、どちらも調べぬことには。
アクセス制限がかかっている。なぜだ。そんなはずはない。余はムーンセルに王権を与えられたのだ。今さら白紙にされてたまるものか。それに何よりレガリアはこうしてこの通り矢の薬指に輝いて。レガリアの所有者はあなたです。それは月の聖杯戦争を経て確定された事実。サーバント・セイバー、あなたは確かにセラフの神王であらせられる。ですが現在セラフには致命的な異常事態が発生しました。アガジンに先触れもなく。貴様何者か。見ての通りキャスターのサーバントというのはよくありませんね。まずはこちらの誠意を見せなくては。ですので我が神名で答えましょう。我が名はアルキメデス。セラフに選ばれたシステム更新の従事者です。システム更新？しかしここにたどり着くまでこれほどの時間がかかろうとは私の計算違いでした。今までシステム管理者の権限に甘え天意ばかり使っていた私が悪いのですが、徒歩というものはやはり答えます。おっと、こちらの都合はまた後で。ようやくお会いすることができました、新王陛下。そして再会を喜びましょう。待て、アルキメデスとやら。貴様、アルキメデス？あのアルキメデスなのか。貴様。はい、おそらくそのアルキメデスかと。いや、私をご存知でしたか。それはそれは、いやはや、それはそれは当然だ。ローマで貴様を知らぬ者はいない。たしなむ程度であったが、ヨトで貴様の書物には目を通していた。後に言う早すぎた天才というやつだな。偏屈な人物だったと聞いていたが、なかなかの好青年ぶりではないか。しかし先ほどの言葉は聞き捨てならなかったな。奏者と顔見知りであるような口ぶりだが。顔見知りですとも。私は共にムーンセル中枢でいくらかの時間を過ごしたものです。ん？そうなのか。しかし奏者は学士殿のことを知らぬようだ。見よ、愛らしくもキョトンとした顔。今にもマイルームへ連れ込んでまじまじと見たい。ではなく。ではあるが、そうではなく。世の陣に難なく足を踏み入れてみせるとはただものではあるまい。敵ではないと言ったが、一体。混乱させて申し訳ない。予告なく訪れたぶしつけは謝罪しましょう。ですが私はあなた方と敵対するものではありません。神王よ、どうか弁明をお許し願いたい。私はあなた方の力となるためここへ参上したのですから。いささか遅きに失してはいるが、礼を尽くすか。神明まで明かされては疑う方が非礼になるな。無下にその首落とすことはできん。さてどうする、奏者。敵による襲撃です。敵との。名称、所属、目的は不明。王権登録のためムーンセル中枢へと赴かれた襲いかかったものです。
巨大にして異様の何者か、あれはあまりに強力すぎるものでした。適正プログラムか、それともサーヴァントの宝具か。不明です。まるで神代以前の巨人のごとき。そうなのか、奏者。お互いに無事で何よりでした。ですが、神王よ、そこで問題が発生したのです。それこそが現在の異常事態を引き起こした、すなわちレガリアの分割。分割？ロア、ロアわかってしまったぞ。ご推察の通り、レガリアは敵の襲撃によって二個に分割され、そして片方が奪われた。王権登録を得て奏者が持ち帰ってくれたのは片方で、もう片方をあのキャスター、ダギツネが散奪せしめた。そういうことか。奏者をムーンセル中枢で襲った敵とやらもあやつであるに違いない。怪しげな術で巨人にでも変化したのであろう。月の聖杯といえどもシステムであるからには整備は必須。実に1万4000年の周期ごとにムーンセルは自らのシステム更新を行います。次の1万4000年という時間、滞りなく自らのシステムを運営させるために。あなたたちの勝利によりセラフの運営は変化し、一方でムーンセルは予定通りシステム更新を行う。この2つは本質的に異なるものであり、並列に進行するはずでした。しかし進まなかったという口ぶりだな、アルキメですよ。その通り。今やレガリアこそがムーンセルの王権、ムーンセルとセラフをすべし神王の証です。1万4000年ごとのシステム更新もレガリアの力なくては進みません。すなわち、私が自らの召喚された目的を果たすには、あなたのレガリアによる許可こそが必要なのです。うむ。正しくシステム更新が行われていれば、セラフ各領域で適正プログラムの群れが出現することもなかったでしょう。うむむ、そうだったのか。では改めて自己紹介いたしましょう。我が神名はアルキメです。キャスターのクラスを与えられ、召喚されし者。すでにお気づきのことでしょうが、私はサーヴァント。しかし神王よ、あなたのようにマスターを持ってはいません。はぐれということか。いいえ、私は初めからマスターを持たない。ムーンセルがセラフ運営のためにと召喚したソロサーヴァントなのです。私の役割はムーンセルのシステム更新。ムーンセルは信頼できるメンテナンス技師としてこの私を選んだのです。うむ。ムーンセル中枢を襲った敵は強力でした。私の力では撃退することもかなわず、口惜しくもレガリアの分割と強奪をも阻めず、命からがら、正直にそう申し上げましょう。かろうじて命をつなぎながら、私はあなたを中枢から離脱させました。古代ギリシャに名高い大天才アルキメデス学士殿、ここに
余は感謝の意を示すとしよう。その働き実にあっぱれである。レガリアの片割れを奪われた件はともかく、奏者を逃してくれたことは大いに嬉しく思う。もったいなきお言葉です、ネロ陛下。あなたこそ正当なセラフの王であらせられる。その伴侶たるマスターを守ることはシステム補助要員としては当然のことです。何しろ正しいのですから。数学的に正しい形、秩序ある王国こそ私が使えるものですので、どうか私のことは一介の学士としてもてなすようお願いします。ふむ、当然の断りか。その口ぶりでは他に正当ならざる王がいるというのだな。まさしくお言葉の通り、もう一つのレガリアを有する者はギナル王、サーヴァントキャスター、その神名賜物前。やはりか。万が一、いや生涯一の確率であやつの偽物だと思ったが、本人か。記憶の欠落がある、そうおっしゃっていましたね、神王よ。おそらくそれはレガリア分割の折に奪われたからでしょう。構わぬ、はっきりと申せ。では神王の予想通りの回答を。奪われたものは明白です、半身に違いなく。我が固有スキル術理解明によって、失礼ながらすでに状態は把握させていただきました。すなわち現在およそ精神のみで構成された電脳体です。電脳体を構成する要素の一種、実経験に基づいて形成された人格、情熱、つまりは精神、それだけでかろうじて存在している仮初めの電脳体があなたという子なのです。要素一つだけなのか今。はい、それでも明確な個人であるとは言えますが、しかし大きな問題が一つ。精神はその重要性に反比例するように数値的な角度が極めて低い、揮発性の高いデータなのです。記憶や経験、情熱は人格を成す最も重要な部位であると同時に、あまりに儚い。例えば魂のような専用の記録媒体がなくては。許す、続けよ。消え失せるのみ。現状のままではいずれ消えてしまうというのか、世の奏者が。ならばキャスターの連れていたのは、双子のように生き写しのあの者の正体は。はい、レガリアと共に引き裂かれ奪われてしまった半身、おそらくは魂でしょう。奏者よ、そなたは微笑んでみせるのだな。消え果てるかもしれぬと告げられて、なおも
魅力ながら私も力をお貸ししましょう、神王。正当なる王はセラフにただ一人。一刻も早くレガリアを一つに戻し、あなたのお許しをいただき、システム更新を果たさねばなりません。うむ、ならば学士殿は我が軍師となるがよい。世の半島のおよそ半数が奪われ、大事な奏者も引き裂かれ、半身が残るのみ。まったく、いまいましい関係狐め。世に向かって宣戦布告とはな。うむ、確かにずる賢い敵であれば反逆の意はギリギリまで隠すもの。奏者の言う通りではあるが、そなた強気なのだな。穏やかに瞳を燃やすそなたも新鮮というか、惚れ直すというか。当然ようか、似合う？誰よりも？誰よりも？そういうのだな？そう言ってくれるのだな？奏者！そしてそんな風に微笑んでくれるのだな？わかった！うむうむ！まずはそなたを休息させるのが下級だが、その後には要はそなたの当然であり続けよう。すなわちローマ帝国第五大皇帝にしてムーンセルに選ばれし、セラフただ一人の神王ネロ・クラウディウスがここに告げる。要はそなたと共にセラフ統一を果たす。これ世の国取りの始まりである。